勝ちましたタイガース岡田監督です監督劇的な幕切れになりましたねえうんなんとか西にね、うん、今日はもう前回も広島でね、うん、あのまあ、1点だったけどね追いつかれて勝ち投資になれなかったんでまあ、なんとかね今日は、うん、9回までいけと、うん、まあ、もう1人だったんだけどね、うん そして決めたのが中野のバット、あの栗林との対決はどのようにベンチからご覧になってましたか。うん、いやいやもう。ねあそこ、ええ二三塁か。ね、わら、原口か。ね、渡辺だったんだけど。ね、原口もあのホームランからあんまり一押し良くなかったからね。まあ、渡辺かけたんだけど。まあ、近本もね、うん、あのスリーボールまで選んで、まあ、いう形で。まあ、もう、これはもう中野のね、も 売ってくれるとねえもう信じるしかなかったですね,でねそして甲子園ではあの初めてのサヨナラ勝ちになりましたがファンの声援というのは監督も感じられましたか甲子園、まあ今日、甲子園 4, 4試合目でしょうでもそんな4試合目ぐらいで初めてサヨナラ出たら <laughs> 栄じゃないと思 <laughs> <laughs> う、うん、ただベンチで見ていましても <laughs> やはりファンの声援というのは凄まじいものがありますかね。いいやいやまあうんちょっとね遠征で、ね、最後 打てなかったもあってねちょっと連敗でかかってきたんで、ね、ミーティングでも今日はねちょっと打つ方もねだいぶちょっと葉っぱかけたんだけどなかなかねおまあチャンスは作ったけどね最後、一、ね、本が出なかったからまあでもね、ねあのまま負けるのと、ね、西に負けがつくのとねお西に勝ちがついてねこ、あのー、ね初戦取れたというのはもうめっちゃ大きいんじゃないですかね。 チームにとっても勝ちが、えー、勢いがつく勝ち方でもうそうですね。まあ。ね、ちょっと勢いつくというか、やっぱり点を取らないとなかなか勢いつかないんで、まあ、こういう勝ち方ばっかり。ではね。なんか勢いつかないと思うんで。まあ明日から本当にね。そうがね、もっともっとね。や奮起しないといけないですね。ありがとうございました。勝ちました。タイガース岡田監督でした。